最近増えている事故。やたらとコンビニの駐車場や駅の路上で中年の男性が意識を失い、後頭部から倒れて、まあ、頭蓋骨骨折、それによる脳出血によって死ぬ、今そういった事故が増えています。事件性はないと警察は頭を抱えてるみたいです。事件性はない、じゃあ何が原因なのか。もしかしたら何か別の原因があるんではないかと私は思っています。ですから今後そういった現象が起こることが増えるので、皆さん注意してください。以上。